お前の、いや、この世界には肖像画はあるのに碑文はねえのか。玄関ホールに掲げられてるベアトリーチェの大きな肖像画は私だってもちろん知っています。しかし碑文の話は分かりません。何の話です？面白い違いだ。ディオンはずっと六軒島で暮らしてきたの。無論です。それが何か。子供の頃、森には近づくなと脅されてたはずだ。ええ、迷子になって危ないから決して近づくなと昔から。森には魔女が出ると。魔女？何の話です？黄金の魔女にして六軒島の夜の支配者、ベアトリーチェ。ベアトリーチェはおじい様の恩人です。それを魔女だか妖怪だかのように扱うのは少々失礼かと思いますが。魔女のベアトリーチェは知らないと。黄金と共に潜水艦でやってきたベアトリーチェと隠し屋敷で育ったその娘の話は知っていますよ。あなたと一緒にさっき知ったではありませんか。それがいつ魔女になったんです？なるほど、そうきたか。では森に入ると何が出ると脅された？森には狼が住んでるから近寄るなと。魔女でなく狼か。なるほどな、面白い。私は面白くありません。何の話です？魔女って何のことですか？こっちの話だ。最後にもう一つ聞きて。どうぞ。親族会議の食堂でお前の右には誰が座ってる？私の向かいは妹のジェシカ、その次の序列はエヴァおばさんの息子になります。だからジョージ兄さんですけれど。それが何か？なるほどな、紛らわしく入り混じってやがる。だが面白い。私には全然さっぱりですが。